割と今ではよく使う表現だけれどももともとどこで誰が言い始めたか分かんない表現っていうのはありますよね、まあ、言葉の歴史っていうのはうーん分からない場合も結構ありますよねその言語学的に考えて例えばその男性名詞と女性,女性名詞という文法上の性がある言語があ,り、ま、言語がありますけれどもどうして性があるのかとかどうしてその男性名詞女性名詞を分けようと思ったのかとかねそんなの全く分からないわけですけれども ま、今、僕が話そうとしているのは、まあ、なんていうか、熟語であったり、慣用句的なものだったりするのかもしれないですけれどね。あのー、例えば、えー、食べ物とかさ、えー、植物とかに、生き物とかに対して天然っていう言い方をしますけれども、天然という養殖の、養殖の反対で天然って言いますけれども、 えー、芸人とか、人間、まあ芸人では人間誰かに対して、天然、天然ボケみたいな感じは天然っていう言い方をしますよね。で、あの天然って誰が言い始めたかっていうと、金ちゃんなんですよね。萩本金一なんですよね。まあ、あるいは、えー、離婚歴がある人、離婚したことがある人のことをバツイチって言いますけども、バツイチっていうのは、赤カさんまサが言い始めたんですよね。っていう風にして、まあその、 割と有名な人がひょっと言った言葉がその影響を持ってこう広まっていってい日本語の中で一般化していくみたいなね、やつがあると思うんですよね。あの、さじ加減とかね。えー、松本著者だっとしたかな、確か。うん、というのがあると思うんですけども。その中で、心が折れるっていう日本語は実は昔はなかったらしいんですよ。で僕はね、いや、こし本当知らなかったんですけど、心が折れるっていう言葉は、 なんかこう、やる気を失う的な感じのニュアンスだと思いますけれども、その心が折れるっていう日本語は、古くからあるかと思ったら、実はそうでもないらしいんですよ。でつまり、その心が折れるっていうのを言い始めた人がいるわけで、で、それが誰かっていう話なんですけれども、これ、あの、読売テレビっていう関西のテレビ局でまあ、関西ローカルってことですけども、やっている、えー クイズ、花からスイカっていうすげえタイトルの番組がありまして、で、これ、例える、例えバラエティ、例えバラエティだっけなっていう、なんかサブタイトルみたいな感じになっていて、例えるバラエティか。で、つまり、あのー、フットボールアワーの後藤が、なんか、例えて突っ込むっていう、あのー、一つの独自の、あのー、技を、 まあ開発というかやってますすけれれどもそれの延長なんですよねつまり、その鼻からスイカが出るぐらいの痛みを女性は出産の時に味わっているみたいな例えなんですよね。でそれをまあいろんなものを例えてみようとか、あのー、例えについて、えー、クイズ形式でみんなで話そうみたいな感じの番組なんですけども、その中でその心が折れるの起源を話していて、 わーって思ったんですけども、心が折れるっていう期限、言葉の表現、表現の起源は、もともとは心が折れるじゃなくて、心を折るだったらしいんですよ。で、心を折るっていう、一番最初に言ったのは誰かっていうと、これね、女子プロレスラーのカンドリしのぶらしいんですよ。で、あのー、なんかすごいあの、いいこと言ってまして、あのー、プロレスって、まあ、なんて言うんでしょう。 ある種の喧嘩じゃないですか。で、その、まあ、そこの、そのプロレスの勝ち負けが、えー、ガチンコ勝負なのか、そこにこう、台本みたいなものはあって、今日はこっちが勝つことになってるみたいな、あらかじめの想定があるかどうかは別にして、そこについては触れないことにして、でも、まあ、一応、表面的には、えーと、A と B は、まあ、ガチンコ勝負をすることになってるじゃないですか。リアの表面的にはね、大人の事情なのかしらにもなっていて、 で、その、カンドリーが言うにはですね、あの、プロレスっていうのは、相手の体を傷つけることが目的ではないんだと。例えば、相手の体、相手の骨を折ったりするのは、プロがやることではないんだと、言ってるんですよ。で、それはまあ、だから、その、やる側も、やられる側も、まあ、その体を鍛えたりしているので、怪我をするっていうことは、基本的にありえないんだと。ダメなんだと。じゃあ、 何をするかって言ったときに、相手に、その闘争心をなくさせることが目的だろうということを言うんですよね。で、それで、えー、なんか試合後のインタビューかなんかで、試合後だから試合前のインタビューかなんかで、えー、相手の心を折ります的なことを言うんですよ。で、それが、その後で、まあ、ちょっとあの、この後は TVer で、TVer っていうのあのサービスで見てほしいですけども、ある漫画家さんが、それの、 カンドリの言葉にインスパイアされて、インスパイアも誰か言い始めたんでしょうけど、インスパイアされて、心が折れるっていうフレーズを漫画の中で使うようになって、さらに広まったんじゃないかって言われてるんですよね。だからまあ、あの言葉ってのは変わっていくものなので、なんというかそうやっていろんな使い方ができて、今までにない意味であったりとかね、できたりするのは当然だと思うんですけども、なんかそういうのを調べるっていうのもおもろいよねっていうふうに思いましたね。 ぜひちょっと、あのー、言葉に関心を持つっていうのは、えー、どんな職業の人、どんな年齢の人であってもね、えー、いいことだと思うんでね、ぜひ言葉に関心を持ってほしいなと思います。ほんじゃまた。